こんばんは。ちょこんばんは。ちょっと声がせこあらら。ちょっとめっちゃやだ。え、なんか暑いからかも。最悪。ついてるかも、歯に。なんか見えた。あ、ついてなかった。大丈夫だった。安心です。こんばんは。こんばんは。寒いよね、今日めっちゃ。本当に寒い。寒すぎるよね。めっちゃ寒いもん。本当にさ、結構ガチで暖房入れようか迷い出してる。寒すぎて。これ着てても寒いんだけど、本当にやばい。だね。寒いんです。結構寒いですね。しかも眠たくなってきちゃって、だから今日はもうショールームやってお風呂すぐ入って寝ようって思いましたっていう計画です、私は今。そうそう、本当に眠くて。暖房はまだ早い方だって。いいじゃん、つけさせて。つけよう。みんなさ、何、福岡いる今？めっちゃ寒いんだけど福岡。え、本当にさ、9時ぐらい寝れたらいいよね。でも昨日ね、12時ぐらいにね、寝たのね。そう、12時ぐらいの時にベッド、もう電気も消してベッドをなんか入ってんの。てか、なんなら11時半ぐらいから寝れるくらいのあれで、で、まあめっちゃ寝ようって思ってないんだけど、寝れなくて全然。マジ寝たの1時とかなんだよね。そう、なんか意外と目閉じたら寝れるじゃんって思って、ね、飛行機とかさ、ね、飛行機とかさ、意外とさ寝れるやん、目閉じたら。だからいけるかなって思ったら、え、寒くないよ本当に。マジ冬かと思ったんだけど。そのさ、何、服もさ、普通のさ、 めっちゃ冬服じゃないからさ、ね、寒いんですけど。結構ね、風も強いよね。本当に寒かった。でもなんか今日だけっぽいんだよね、こんな寒いの。分からんけど、なんか天気予報調べたら意外と大丈夫そうだった、明日から。でも雨がなんか続くっぽいらしいです。今日の東京は半袖でめきそう。マジ？こいつ全国的な寒さじゃないんだ。だって北海道さ、雪降るかもみたいなさ、今日。でもあられ、朝起きたらあられが積もってましたみたいな。教えてくれた人いたけど、そうだったのかな。早くない？10月で雪？やばいじゃん。私、こっちなんてさ、本当に雪さ、何回降るかぐらいをさ争ってんのに争ってはないけど、何回降るかをさね、今年は何回降るかな、降るかなってさね、感じない。そんなにやばいよね。
あ、確かにスキー場が、そうね。皆さんこんばんは。久しぶりにこの画角でしてみる。そう、話し会ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆様ね、なんかさあね、オンラインなんかでも久しぶりな気がして、なんかでもオンラインで直接会ってファンの方が好きだなって思いました、やっぱり。そう、なんかさ結構さ話すタイミングさ被るとかさ、なんか電波がちょっと悪いとかさ、まああるやん、そういうやっぱ機械同士での、機械同士でのあれだからね、話会って話したら、そうそうそう、なんかさちょっと時間がもったいないじゃんね、なんか不具合でなんて言ってるか分かんないとか、ちょっとね重なっちゃうとか聞こえづらいとか、え、そうなの、急に終わっちゃうよね、なんか話の途中なのにってなっちゃう。なんかさ対面はさ結構お時間ですって言って言いながらさ話せるっちゃ話せるじゃんね、オンラインね。でも、まあ、オンラインだからこその良さもあるじゃん、そのどこからでもできるとか、まあ、ずっとも良さはありますよね。こんばんは。私ね最近本当にこう言ったっけみんなに、私インスタ頑張りたい気に入って、そうインスタを頑張りたい気持ちになれたんです。え、なんかちょっと勝手にインスタやめてたんよ、私インスタマジでインスタやめてて、勝手ながら。そうけど来たんよ、私インスタ頑張りたいなと思う時期が来て、そう勝手になんかマジでインスタやめてたから、勝手にだからインスタに載せる写真とかを全く、いつもだったら結構頻繁に撮ってたけど全く撮らなくしてみたのね。そうだから今マジ下書きなんもなくて、そう勝手にやめちゃおうぞしてた。今日の朝この場合2022、じゃあにゃん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 ってこと、そうごめんねみんな。これから頑張るから許して。そうけどもうちょっとインスタ頑張りたいかもと思って、なんかいい感じにして、なんか何個か投稿を消してちょっといい感じにしてみたので、ぜひ見てください皆さん。そうちょっと何個か動画消して、サムネとかもサムネ1枚目の写真を変えてみたりいう工夫を施しておりますので、ぜひ見てください。寒くね、マジ。
もうさ、上着がだいぶ私のマジ寒い。でもラキモート暖かいね、当たり前だけど。ラキモート暖かい、めっちゃ。なんかさ、今日めっちゃこっちの毛がさ目にかかる。ね、でもさ冬になるとさ、なんかお風呂とかさ上がる、お風呂気持ちいいけど上がるのがさちょっと憂鬱じゃないですか。それが私ね、冬もねあんま得意ではなくてって考えると、私夏もあんま得意じゃないから、まあ、年中もでも過ごしやすい時期がいいですよね。長袖がいいな私は。過ごしやすい時期がいいですよね。もうみんなそうだろうけど、なんか何だろうね、春はどこから来るのだろう。こんばんは。今が一番いい時期、まあ、今日は寒いけど、確かに昨日とかだったらちょっと上着羽織ればいいぐらいでよかったかもしれないです。こんばんは。ねえ、こんばんは。え、そう、春と秋だけがいいじゃん。でも現実的に言ったらほんと夏と冬だけじゃん。てか夏だけになりそう。やだな、いやだ。何、地球温暖化なのやっぱ今って。やだな。そうね、生誕ティーがね、なんだろうね。でも秋が一番いいかな私は。ね、夏長いよね。え、確かに夏休みとかさめっちゃ短くなったりするんじゃない。あ、それはないか、冬休みが短く、ん、違う、春休みとかもなくなるんじゃないなら。でもなんか夏休みってそのなんかクーラー、なんか教室になんかそういうクーラーが なかったから昔なかったから、なんか家で自宅で学習しましょうってなんかなったって聞いたんですけど、今って学校にも普通にクーラーあるからね、クーラーあるからさなくなっちゃうのかな、もしかして。え、めっちゃ泣いてる子太郎、かわいい。
マイクないコタロの鳴き声って、あ、これは違う人の鳴き声ですね。マジかわいいコタロ。数学路を逆らしたタン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 。コタロ出来合い家族なので、うちらはね、なんか赤ちゃんみたいな声してるんだよね、かわいいわ。あ、779日、やばい、もう800だ。すごくさ、もうね、すごいね、もうこんなしてんの。なんか1000日とかあっという間そうだなだってさ、1000日まであと200、え、200って考えたらさ、1年もなくない？すごっ、1年もないよ、もう1000日まで。やばいじゃん、私。ね、DMM でなんか鬼没のリバイバルしてるらしいんですよ、また。結構知ってるじゃん、なんか公演ない日の、公演ない日に、あの公演ない日、例えば今日は10月20かな、今日って20ですっけ、だとしたら2000、その昔の10月20の昔の10月20日にあった公演をなんかリバイバルで、そう、配信をするんですね、 DMM って。その日の昔のその日にあった公演とかをなんかリバイバルでするんだけど、それで鬼没が回る番ができましたということです。鬼没っぱね、私も覚えてないもん、鬼没を。え、でもさ、みんなさ、あの周年のさ、あれ見ましたか？周年のあのなんか公演曲ランキング投票するみたいな、なんかね、あれみたい、リクアワみたいな感じじゃない？嬉しい。なんかみんなの投票での5曲をそうやるっていうやつ。何が選ばれるのかしら。結構皆さんにかかってると思います、これは。投票してくださいね。27、あと1週間じゃんまでらしいですので、ぜひみんなが聞きたいなって思うやつを。どうぞ。そうね、3曲に絞るの大変だね。めっちゃあったもんね、今までやったやつほとんど。ではなんかいろんな要素もあるじゃないですか、その例えば、まあ、制服の目とかリセットとか、最近とか錬金とかパジャドラとか、最近だけどこの前まであったやつとかをまた見たいっていうのか、このもう結構メンバーが変わったわけじゃないですか、昔の公演してる時から。だから今のメンバーでこれを見たいとかもあるだろうし、そうそう、なんだ、なんでしょうね。投票しました、皆さん。そう、でもユニットがなんかできないらしくて、ユニットはダメらしいです、対象外です。でもユニットもいい曲多いからね。投票したけどまだ変更可能。え、そうなんだ、変更できるんだって。はじめまして、はじめまして。恋の傾向と対策教えて、
そう、全体曲のみ、ユニットはできずに、そう、みんな何が見たいか、サボテンは対象外、ユニットは対象外です。なんだろうね、私だったら、でもいろいろありますよね、皆さんも。これがもう一回見たいなとかもあるだろうし、ハンマーですね。キャパキャパ言いたいのよね、投票してください、ぜひ。したらね、もしかしたらそれが見れるかもしれないです。そうね、どんな感じだろうね、なんか分かんないよね。でもさ、コンサートじゃん、公演の曲をコンサートにするとあんまりないから、どうする、なんかさ意外なの来たら、でコンサートでそれをやるって、そう、わかんないじゃん、なんかもしかしたら、そう、そうそう、バラード系みたいなさ、なんか僕の桜とかさ、そういう系入る可能性もあるかもしれんやんね。でも面白いよね、なんか卒業式かなって、いやわかんないじゃん、なんか何があるかわかんないや、そういうなんか本編の終わりのさ、後半のさ、本当に後輩みたいな MC 終わって最後一曲しますぐらいの時にさ、やる曲って大体静かじゃないですか。その曲がもしかしたら採用、そこのなんかその最後の一曲の曲がもし採用される可能性だって、まあ別になきにしろあらずだからねコンサートでみんなでこうやって、え、僕の桜ってどういう歌だっけ、ドラムに目指していたゴール、ああ思い出した、でも歌詞わかんないもん、目指していたゴールまでたどり着けず焦り歩き出すって感じっけ、やばいね、やばいやばい、
まあ、HK メンバー全員でよっしゃーもいいよね。最強最高最強。日差しを長くして以外がやるならみたいな。確かにラムネをやるとかはあるよね。なんだろうね、楽しみだね楽しみだね。そりゃそう、全員は大変なんだけどいいじゃん、楽しそう。チーム全員推し、 HKT 推しってこと。あなたはな今日でまるまるちゃん推し、君が。ちなみに鬼没王の機会は含まれないです。君がいて、たん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 かんて、彼がいて、彼女がいて、涙して、抱き合って。なんかなって話そうとしたっけな今。私はディスコ保健室が大好き。保健室をディスコに変えてベッドの上で踊ろうよ。なんか歌詞は曖昧。いいよね。なんかさ、マシュガンにさ、なんかその48回目の企画何するっていう今日上がったやつがあって、そう今日上がった公演が、公演じゃない動画があって、なんかそれでなんか48回目、記念すべき48回目のマシュガンで何をするみたいなのをメンバーで案を出すみたいな動画が上がってて、それでなんかミヌさんが4800円で全身コーデ組むみたいな、そうそうそうあって、なんかそれでそう、それのミヌさんがそう4800円でコーデ組むって言って、なんか誰に出てほしいってなった時にリノさんとサヤさんが出たの最初。でもさ、そこはさ、もう分かるじゃん、誰もが誰もが分かるじゃん。でその後に藤子ちゃんとかって出てきて、そうでも私なんかその話をしてたんですよ、なんかこういうこの企画でこの 話でそう、みんなから聞いてた福子派の名前が出ててみたいな。でも誰が言ったとか全く知らなくて、誰かが言ってたっていうのは知ってるけど、誰が言ったかは知らなくて、まさかのミルンさんでした私さ、そんなさ、嬉しかったけどね。でもみんなとさ、着てる服変わんないよって。みんなとそんな着てるもの変わんないよ。私ちょっとしかもなくしようとしてるよ、ジーパン履いてね、でも嬉しかったの。なんかおしゃれな人いるなって思ったら
そう、私だったらしいです。ね、嬉しかった。普通に。そんなこと思ってたんだって感じじゃない？私あんま言われることないからさ、メンバーに。おしゃれとか。パーカーに合う。ありがとう。そんなに服褒められたらプレッシャー感じちゃう。そんなにかな。私は着たい服を適当に着てますいつも。でもなんか困ることがあって、今日服何しようって結構朝ね起きた時迷ったの、お母さんと。今日意外と朝早くて、私は思ってたり、なんか12時始まりかなと思ったら11時だったの、始まりが。だから意外と朝早くて、でもお母さんと何しようみたいな話しちゃってて、なんか、ね、何着ればいいか分かんなくて。でも一回着たらさ、やっぱ着たってもう認識しちゃうやんね。もうなんか一回着ちゃったらもうこれは着たっていう認識になるから、なんかちょっとインスタとかなんか YouTube とかで着た服をで2回目ちょっと着づらいんですよね、私的には。そう、着づらいんですよ私的には。なんか別に思わないんだろうけど、思わないけど、なんかちょっとあのなんかまた着てると思えたら嫌だよねって思って。そうそうそうです。一回来たらもう来たっていう認識になっちゃって、あんまり着れないのっていう現象に陥っちゃって、それなんか一回なんかねっていう印象になんかね、そうそうなのよ。そうそう、なんかさ、まあ一応さちょっとさ表に立つさあれではさ、だからなんかあこの服いつも着てるなとかさ前とかないじゃん、なんかあんまり。からそうなの、からあんま同じ服にならないようにではしてるんだけど、そしたらもう服がなくてだからでも一旦今年いっぱいはそうあんま着ないようにしようって、来年とかにまた着るとかは全然あると思うけど。そう、でもさなんか私結構言われるよね、なんか藤子ってなんかそういうイメージないけど意外と服装服かわいいよねって。え、そうなの。ハイタッチ会とかね、今からたくさんあるから服買いますね、ちゃんと可愛い服でお披露目しますので、皆さんには。ねえ、なんかいろんな、そうでもなんか言われるの、なんか振り心って意外とあれだよねってそうなの、意外とらしい私ってどんな感じ私。そうでも別に自分なんかおしゃれっていうか、なんかでもなんかさちょっと難しい服とかは着ない、全く。でもほんとみんなが着てそうな感じのを着てるよ私もね。でもなんか今ってインスタとかで調べたらこの服にはこういう合わせ方がいいですとか出てくるから、そういうのをね見てます。そう、そういうのを私は見まくってます。なんか普通になんだろうね、そうインスタとかでここのお店のこの服が可愛いみたいな流れてくるんです、リールとか見てると。あ、いい、可愛いなって思って。なんか最近みんなと遊ぶときいつも買い物しかしてないから、そう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 。でもさ服ってさ高いからさ、なんか
でもさ、なんか冬ってさ普通に生地が分厚くなったりするからとさ長袖だったりね、だからさ高くなっちゃうよね。マジインスタ投稿しよう。私どこで買うんだろう。でもなんかでも本当に最近あそうでもしばらくは投稿できないからね、本当に今ないから写真マジで全くないので、すいません。とか行かないと写真撮らないんだよね、マジで。コタロウくんは記事撮る難しそうだから気をつけてください。コタロウくんは私のことが大好きなので安心してください。ニュージーンズみたいな服似合いそう。本当？ニュージーンズ？私ってどういう服装なんだろうね。いやマジバレーコアってやつを買ってみました。私かわいいやつ、アサイボール食べたい。アサイボールマジで食べたい、大好きなのアサイ。なんか着てほしい。最近私なんかもうカフェとかに行くとちょっと打ってくるの、もう甘いのが来て打ってなっちゃう。やっぱりそうそう、それが悩みなの。え、ねえ、そう、私そうびっくりしたの今日。ちょっと話がどっか行き過ぎ。私じゃあまずこの片付けから行くと、なんかちょっと甘いの食べるとなんかちょっとなんか気持ち悪くなっちゃう感じがして、最近。でも浅いってそんなことないやん。浅いって甘くないし、なんか健康食品っぽくない、なんか美容に良さそうな感じだから。そう、なんかそうなの。でもアサイって別にさ、なんかねスムージーみたいな感じなんだ。アサイってマジでこうやってスルスル食べるらしい。フルーツもたくさんだし、なんか砂糖の甘さが多分あれなのかな。アサイってそんなことないからめっちゃ最近言ってるの。本当にアサイ大好きで、でもアサイね、アサイ食べたい本当に。マジでお気に入りのアサイ屋さん見つけ、でもなんかこの前めっちゃ安いアサイ屋さん見つけて、そうめっちゃ安くて、でももしかしたら量が少ないのかなって思ったり、感想を求むって感じだよね。アサイユバはマジでいつでも行きたい。でちょっと高いからね、ちょっと高いです、アサイ。で私が言いたいのは、なんか最近できた、なんかねインスタで見たんです。なんかおしゃれなカフェができたという噂の。そう最近ほんとつい最近できたと噂のカフェがあって、え、行きたいって思ってたの、行きたいって思ってて、そうで自宅に送ってたんですよ。え、ここ行かんってぐらい結構行きたくて、
そしたら今日歩いて、今日終わった後お出かけしてて天神歩いてたの。そしたらあったの。え、ここじゃんってなった。マジで結構近かった。新店長、本当にタワレコさんじゃない、間違えた、インドさんがあるところのすぐ近くにあって、え、待って、ここ私見てたところじゃないと思って、こんなところにあるんだってびっくりしました。そう、歩いてたら見つかったの。歩いてたら見つけた。なんか赤と白の感じの。浅井行きたいな。本当に美味しいんだよね。食べたことある？みんな浅井。でも私はちょっと浅井に乗り遅れて、まあ、行った側ではあるから。でもあんまね、おすすめの店教えるとさ、ね、みんなにさ、行かれちゃうじゃん。行かれちゃうから。アサイーボールです。あ、スムージーね。なんかローソンに今飲むアサイーがあるらしくて、でも違うよ、アサイーボールを食べてほしい。私はあのフルーツとかあるからいいんだよ。え、なんかアサイーって何って言われたら難しい、私も知らない。なんかアサイーっていう食べ物に食べ物に調べてみて、めっちゃ美味しそうだから。なんか紫なのね、実際アサイの浅いっていうのがあって、なんかそこになんかトッピングで、そう浅いで、そうそうそう、トッピングフーズバーってたくさんあります。え、アサイってなんかどんな味って言われたら難しい。なんか食べないと思い出せない。でも食べない、そう、食べないと思い出せない。アサイの味ってちょっと高いだよね。アサイ1500円くらい、高いとこはもう普通に2000円くらいするとこもあるし、1600、700とか。そう、アサイ流行ってるんですよ今。でもアサイ屋さんね、あんまないじゃん。え、高くない。でもカフェとか行ったらそんぐらいするから、するからしちゃうんだよ。アサイはマジでどんな味なんだろうね。でもあんま好き嫌いなさそうな味ではあるとは思うんだよね。なんか、なんだろう、でも普通にお腹はたまると思う。味はわかんない。どんな味なんだろうね、わからないです。味はすいません、
なんかあんま分かんなくない、アサイってさ、なんだろうね、え、何が美味しくて食べてんだろうね、なんだろう、アサイの味って何、何が美味しいと思ったんだろうね、私なんか、いや、味はあるけど思い出せない、どんな味って言われたら難しい、なんかね、なんだろうね、アサイでめっちゃ大好き、やっぱ流行りに敏感なんですよ、アサイ、なんかアサイの味はなんかなんだろうね、なんか口の中で今アサイやってまうけど、となんかスムージー、え、ブルーベリーの味なのかな、アサイってブルーベリーだからの紫なのかな、どうなんだろうね、でもバナナ味のさ、なんかバナナ多めなさいとかもいろいろあって、味一つ、まあそんな誤差はないと思います、そうだよね、まあベリー系だよね、アサイはマジで美味しい、でフルーツがあるとよりですよね、バナナが良いと思います、バナナ、イチゴは絶対、あとフルグラは絶対、グラノーラか、ブラジルの、ちょっと星になっちゃった、痛いな、アサイ、でもアサイ食べる時ってあんまインスタ撮ろうって気にはなれない、アマゾンが原産だってって、そうなんだ、えれー、アマゾン、まあとりあえずアサイ大好きなのね、食べに行きたい、え、でも確かにベリー系の味かも、アサイって今思い出した、めっちゃ、なんかでシャリシャリしてるの、なんかフラペチーノのシャリシャリ、わかる、そういう感じじゃない、ベリーの味かも、なんかブルーベリーとか、え、確かにそれかもね、ベリーってどんなんて多分分からん、美味しい味って感じえ、なんだろうね、分かんないけど、サイは美味しいですよ、でもいつか入り終わっちゃうんだよね、どうす、入りってね、なんかブルーベリーの無のバージョンって感じじゃない、
浅い。何が流行ってたっけね今まで。でもなんか私浅いって結構ブーム長いと思うんだけどな。去年ぐらいからさあったじゃん浅いって。でブルーベリーって視力回復に良いらしくて、あーマリトッツォね。でもマリトッツォってマリトッツォ屋さんってなかったくないですか。あんまりマリトッツォあんま売ってる場所見たことない。意外と浅い私定番化すると思うんだけどな。そんなことないのかな。結構定番化しそうなんだけどね。どうなんだろう。浅いってなんで流行りだしたの。でも私はマリトッツォだと思って食べたことないけど好きそう。六本松のアマムタコダンってパン屋さんマリトッツォ入ってた。嬉しくない。なんかそれさ自分のさあれでさ世界に広まったわって感じ。世界ってか国中に。チーズハットが流行ってたね。何が入るかな次。確かにチーズハットグのお店ってたくさんあったよね。飴とか流行ったけど、ね、でも飴は自分で作るのが流行ったんだよね自粛期間に。なんだろうね何を。まあ、浅いは大好き。終わろっかな配信そろそろ。終わります。終わるね。急ですがランキング読みます。13位ルルルン、ちょっとすいません。13位ルルルンさんありがとうございます。12位赤いグリフォンさんありがとうございます。11位森保さんありがとうございます。10位キャノシーさんありがとうございます。9位ウッチーさんありがとうございます。8位ただの魚さんありがとうございます。7位カペチョロさんありがとうございます。6位ちゃんとくさんありがとうございます。5位ポテチーさんありがとうございます。4位さよにゃんさんありがとうございます。3位 HKT 超絶おじさんありがとうございます。2位あおいちゃんさんありがとうございます。1位ミロンクラゲさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。今日は早く寝ます。
じゃあね、さよなら、バイバイ。